ダウンタウン松本さんにおもろないぞと言われたことを未だに根に持っていると思われる脳科学者の茂木健一郎さんなんですけど、またあの日本のお笑いに対してこう、ケチをつけるというのか、茂木さんはもう日本のお笑いに対して何も申しませんと。もう興味がなくなりましたと。そういう宣言を YouTube であの過去にされたんですけど、自分の言っていることをすぐに忘れてしまう方で、 また、あの、日本の笑いに対してちょっとケチをつけているんですよね。茂木健一郎氏、水ダウの企画に相変わらず最低だな、もうやめたらと。こういうニュースになっているんですけど、コロナ対策、いまだに現役バリバリの現場があっても従わざるを得ない説っていうのが、まあ、水曜日のダウンタウンで放送されて、僕も見ていたんですけど、僕は見ながら、ああ、こんなんやったなと。 この頃の日本、まあ、世界も、かもしれないんですけど、かなり狂気じみてたなと。確かに、こう、未知の状況が発生したっていうんですかね。なので、最低限リスクヘッジするっていうのは、まあ、わかるんですけど、それでもちょっと狂気じみすぎてたんじゃないのか。っていうのは、こう、僕は見ながら思ったんですよね。まあ、それ以上に番組は面白おかしく大げさに、あの、やっていた。 笑わせるためですよね。やっていたっていうのはあるんですけど、しかし、あの演出にはものすごく僕はメッセージ性があるなと思ったんですよ。これってちょっと皆さんどうかしてたんじゃないんですかみたいなメッセージがあったというのか。で、さらにテレビ局っていうのはスポンサーとかに忖度しないといけないっていう状況があるんですよね。で、それも暗に表現して、暗にというのが直接的に表現してたんですけど、まあ、その現場で 撮影していて、こう、ちょっとおかしいところがあったら、スポンサーである製薬企業から、ちょっとそこはやめてくれっていう指示が入ってますとか、そういうシーンも入れていたんですよね。これって結構揶揄してると思うんですよ。当時の状況というのか、そういうものに従わざるを得なかったテレビ局の状況であるとか、そう,そういうふうにこう社会全体がなってしまったことであるとか。しかし、そういうような、まあ狂気じめた状況になってしまっていたっていうことを、 検証することが、日本社会ってなんかしてないですよね。なんかうやま、むやになったまま、フェードアウトしているというのか、こう、あの時、こう、狂気じみていたなとかも考えることすらなく、こう、日常がこう、淡々と過ぎていっているところで、その水曜日のダウンタウンというお笑い番組が、そういう、なんていうのか、こう、人々にちょっと、こう、啓蒙じゃないですけど、気づきを起こさせるというのか、あれって本当にあんな対策ってどうだったんですかみたいな。 そういうメッセージがあるようなネタをやってくれたんですよ。で、これこそ普段から茂木さんが言っているこう社会風刺であるとか、そのおかしいなことはおかしいっていうような、そのメッセージみたいなものが、こう日本の笑いにはないんだと。だから日本の笑いはレベル低いんだって言ってる、その茂木さんがこう求めてるような、そのものだったんじゃないのかなと思ったんですけど、どうも茂木さんは気に入らなかったみたいで、相変わらず最低だな。 日本の笑い。本当に強いものを疑うべきものに向かわない卑怯者の集まりだ。公共電波を使った放送もうやめたらと。厳しく番組を批判したということなんですけど、強いものに向かってるんじゃないのと。テレビ局側からしたらって言うんですかね。そういう制約会社っていうスポンサーから何か言われたらもう従わざるを得なかったんだと。さらに疑うべきものに向かわない。向かってるやんと。 あの感染対策どうだったのって検証しているのってこの水曜日のダウンタウンぐらいじゃないんですかと。あんなんでよかったんですかと。検証する必要ないんですかと。狂気じみてませんでしたかと。で、あれだけ狂気じみた感染対策をしてしまったがために、まあ、医療従事者というのか、医師会ですよね。日本医師会であるとか、厚生労働省とか、そういう専門家と言われる人がもうあれだけその人々を脅かしましたよね。 そういうことがあって、その人々が狂気じみた行動を取ってしまったと思うんですよねで。そういう社会全体がそういう狂気じみたことになってしまったがゆえに、本当に必要があったのかどうかがわからない、現状それも検証されていない、あれっていうものがありますよね。それをまあ国民の8割以上の人が行ったんですよ。僕は様子見したんですけど、それによって犠牲になっている人も、 出てきているんですよね。やっと最近になってテレビとか NHK でもちょっとあのそういうことをこう示唆するような放送が出たりはしてるんですけど、それすらタブーだったんですよ。SNS、特に Facebook とか YouTube とかではもう完全にタブー。もう僕も何回もバンされたんですよ。それぐらいこう全体的に狂気じめていたというのか、疑うべきことですよね。あ,あれって良かったことなんですかと。 さらに、茂木さんは、このような茶菓子には、現場の努力に対するリスペクトがなく、パンデミックの経験についての振り返りとしては劣悪ですと。あのー、振り返っただけええやん。で、お笑いやねんから茶菓子でしょと。なんていうのか、こう、権力であるとか、その、抗えないものとかを、茶化して笑うのが、茂木さんが普段から言っている、欧米のレベルの高いお笑いなんじゃないんですかと。 茶化すんでしょと。まあ、確かに今回の番組のその構成っていうのはちょっと下品すぎるっていうんですかね。しかしそれは水曜日のダウンタウンの持ち味なんですよ。下品っていうのは <laughs>。ただ僕はそこまで笑えなかったですけど、しかし、それはそういうものでしょとお笑いっていうのは。さらに現場の努力のに対するリスペクトがなくって、その、なんていうんですかね、その努力自体がどうだったんですかっていう検証も必要ですよね。 それだけ医療関係がその努力し、するっていうことをこうやってしまったがためにこ,うこんなことになったってとも言えますよね。そこばっかり見てそういうことが行われたことによる経済的ダメージを受けた犠牲者っていっぱいいるんじゃないんですかと。飲食店とか潰れてしまったとこいっぱいあるんじゃないんですかと。そういうこともこう深読みすれば読み取れるっていうんですかね。あの番組を見ていたら。 それぐらい結構いろんな示唆が含まれている内容だったと思うんですよね。で、苦言はさらに続き、結局世界についての深い理解や洞察がないお笑いは表面的なリアクションしか引き起こさず、この世界を良くするためには何の貢献もしないでしょう。みんなもう少しじっくり考えたらいいのにと思うと。これは茂木さんがもう少しじっくり考えた方がいいと思うんですよ。 こういう茂木さんが普段言ってることと裏腹の発言をすることによって、え、茂木さんまだ松本さんにを根に持ってんのと思われてしまいますよと。じっくり考えずに発言しているから。で、世界についての深い理解や洞察がないお笑い。これはなんで日本のお笑いがそうかというと、日本のお笑いこそがお笑いっていうものを真面目に真剣に取り組んでいるからなんですよ。 なんていうのか、その、ま、もぎさんがよく言う世界のレベルの高いお笑いっていうのはそういう洞察なり理解なり社会風刺なりとメッセージ性が込められてるって言うんですけど、それっていうのはお笑い能力が低いからなんですよ。そういうところに逃げてるんですよ。お客さんを笑わせる力が弱いから。しかし、日本のお笑いは何の意味もない。単に笑わすことに特化している。これこそ、 お笑いにおいて必要十分な条件なんですよ。それができないから、メッセージ性とか、深い理解とか洞察とかに逃げるんですよ。そういうことをするのは、そういうことの専門家っているんですよ。まあ、政治家であるとか、ジャーナリストであるとか、活動家であるとか、まあ、模擬さんもそうかもしれないですよね。科学者であるとか。世界をより良くするために貢献するっていうのは、お笑い芸人もこれ貢献してると思いますよ。 人を無条件に笑わせる。これって、医学の分野では、かなり免疫力を上げるとか、そういうことも、今言われてきていることなんですよね。なんか、社会がおかしいんだっていうことを、案に込めて人々を不安に、不安がらせる。不安な気持ちになるほど、人、間の免疫力は下がったりするんですよ。そういうことも全部忘れて、単にわははって笑うと。う我を忘れて笑わせられる。 これが日本のお笑いが目指しているお笑いであり、それこそお笑い芸人、芸人たるもの、真に目指すところなんじゃないんですかと。そういうことができない人が何かしらこうメッセージを込めたり、こう余計なことをするっていうんですかね。そういうことに逃げ、逃げてるんですよ。そういうことを担保しないと自分のやってることに自信が持てないんですよ。 自分は人を笑わすことはそこまでできないけど、自分のやってることにはこれだけのメッセージがあって、これだけの意義があるんだっていうふうに逃げれますよね。お前、客笑わせれてないじゃないかって言われて、いや、私がやってることは意義があるんだと。社会をより良くするために、いろんなメッセージを込めているんだ。逃げれますよね。しかし日本の笑いは正々堂々とやってるんですよ。滑ったら逃げれないんですよ。おもんなかったな。すいません。おもろなかったです、私と。そういうことを、もぎさんは、 理解していないんですよね。しかし、茂木さんの頭脳なら理解できるはずなんですけど、やっぱり松本さんに、あの、おもらないぞって言われたことに、こう、傷ついてしまって、あの、未だにそういうことにこだわってしまうがために、こう、言ってることが、ちょっとよくわからんっていうのか、普段言ってることなんじゃないのと、今回水曜日のダウンタウンで行われたことっていうのは、っていうんですかね。めっちゃメッセージあるやんと。強いものに抗おうとしてるやんと。 スポンサーに抗おうとしてるやんと。疑問に立ち向かおうとしてるやんと。あのか感染対策異常やったやんと。そういうメッセージがあるやんと。そのメッセージが正しいのかどうかは別としてですよ。あれが正しかったんだっていう意見もあると思うので。もぎさんというのはそういう意味ではちょっとかわいそうっていうんですかね。日本のお笑いって素直に見たらめちゃくちゃ面白いんですよ。もう無条件にわははって笑わせられるんですよ。しかし余計なことを求めると、 笑えないんですよ。なんか、崇高なものっていうんですかね。崇高じゃなくていいんですよ。お笑い芸人そのものが、我々芸人風情がとか、そういうヘリクだった姿勢で、あの、表現してますよね。それこそ僕はかっこええなと思うんですよ。お笑い芸人ってめちゃくちゃ素晴らしい職業やなと僕は思ってるんですよね。はっきり言ってめちゃくちゃ憧れるんですよ。めっちゃかっこええと思うんですよ。なのにお笑い芸人は、いやいや我々なんて芸人風情ですからって。そういう態度でいるんですよ。 日本の笑い芸人の人たち。僕は素晴らしいなと思うんですけど、まあ、影では分からないですけど、偉そうにしてるかもしれないんですけど、まあそういうことを思う今日この頃の話でした。芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。